若松協定場。若松協定場は、福岡県北九州市若松区赤岩町にある、ボートレース場である。2010年度以降の通称は、ボートレース若松、ボートレース若松。1952年、昭和27年、当時の若松市によって開設され、同年11月11日に初開催が行われた。八文字戸畑小倉市との合併により、 北九州市に引き継がれる。現在の SG 競争の始まりとも言える、全日本選手権競争が初開催されたことから、協定ダービー発祥の地としても有名。主催者は、北九州市と、中間市ゆくは市協定組合、中間市及びゆくは市で構成する一部事務組合である。隣接する音楽郡芦屋町にある、芦屋協定場とは、直線距離で、 日本一近い。そのため、選手宿舎を共同利用していた宿舎は芦屋アア町内ため閉催が不可能であったが、2010年11月10日に若松新宿舎がピット横に完成し、若松芦屋アアの同時開催が可能となった。また、モーニングレース実施の芦ア屋ア協定場との閉催時には、朝から昼は芦ア屋ア開催の昼から夜は、 競艇場場をを移動ししてての登場の登レースを両方、楽しめるる。ようになっているマスコットキャラクターは、大昔にカッパが存在したとされる若松にちなみ、カッパのファミリー4体である。カッパくん、メインキャラクター、わがちゃま2体目、姫ちゃん3体、小姫ちゃん4体目である。それにちなんで、若松カッパ配送脱線が行われている。なお、 カッパくんが父、姫ちゃんが母、カッパくんの妻、我がちゃまが兄、カッパくんの息子、小姫ちゃんが妹、カッパくんの娘となっている。実況は、福岡県内の三協定場、若松、足屋、福岡を RKB ミューズ所属の女性アナウンサー6人で、ローテーションで回している。地元出身の元選手である、植木道彦を称えるフェニックスホールが、 総合案内所近くにある。また、2011年12月には新外交発売所、カッパピアがオープンした。2014年度の売り上げは800億円を超え、全国協定上最多となった。なお、場内は2017年8月現在、一部のイベントを除き、来場者による撮影が禁止されている。競争水面は海で、水質は海水。 水面はそれほど荒れることはないが、同海湾と直結しているため、冬場はやや荒れることもある。毎年、周年記念として、全日本覇者決定戦が行われている。企業杯として、JR 九州ビートル配争奪戦競争が行われている。新 A リーグ戦の名称は、現役時代は、帝王、不死鳥と呼ばれた、植木道彦を称えた、植木道彦フェニックスカップ。 女子リーグ戦の名称は、ナイトクイーンカップ、旧ナイトレディースカップ。正月には、正月特選競争、ゴールデンウィークには、GW 特選競争、お盆には、お盆特選競争が行われている。2004年、平成16年5月1日より、パイナップルナイターと銘打ったナイター競争を実施している。協定会では、群馬県の気流協定場、 愛知県のガマゴリ協定場に次いで3番目で、西日本では初めて。一般競争では、初日の8レースは、特徴の名前が、パイナップルとなっていた。パイナップルの名前の由来は、若松の松の英訳が、パインでそれを親しみやすくするために、パイナップとした。2008年3月より、通年内ター開催となった。これは、ガマゴリ協定場に次いで、 全国で2番目である。2010年5月25日から有力選手が出場するカッパ特別戦を第1レースに6月24日からは第6レースで新入固定競争を開始した2013年1月30日からは第5レースに変更。2016年からは第8レースにも拡大。さらに同年9月15日からは 有力選手が1号艇で登場するサンセット特別戦を第8レースに開始した。なお、2011年4月の開催では東日本大震災の影響もあり、久々にデーレースで開催されていたが、同月末より通常時と同様のナイター開催に戻っている。また、2012年1月3日の JR 九州エージェンシーカップ正月特選競争からは、 1> 第1第4レースが、カッパファミリー特別戦として、1から4号艇に1人ずつ、A 級選手や主力企業く、C 番組を編成していたが、2013年度以降は5レースの新入固定競争を除き廃止されている。2010年4月から2012年3月まで、スカパー 245CH で無料中継を行っていた。大村協定場との共同運営で、 名称は、ライブ245、大村若松。大村の開催がない日は全レースを、大村開催と重なる場合は17時から、最終レースまで放送した。2012年4月からは若松が 275CH に、大村が 262CH に変更になっている。立川、西部園競輪での放送がない日は全レースを、どちらかの競輪場で、 レースがある日は17時以降の放送となる。なお、2013年4月から、若松も 547CH262CH に移動することから、以前のライブ245の時と同じ編成、大村控開祭時は14時30分から、大村閉祭日は17時からになる。2015年4月現在、スカパーでの無料中継は行われていない。 また2013年1月22日より、展示構想時、通常の展示タイムのほか、一周タイム、周回展示一周目バックストレッチ中央二周目、同位置が自動継続され発表される、周回展示が一周となった場合はな中。2014年からは、支部表記、なお、競争開催時は、北九州市交通局と、西鉄バス北九州が、文字、小倉、 黒崎、戸端、中間よりそれぞれ協定上域のシャトルバスを運行する。路線、運行会社により、有料、通常の路線バス運行か無料、北九州市などが費用を負担して、運行かは異なるため、運行時刻ともども事前に、各停留所での掲示に注意する必要がある。無料駐車場完備、J リーグギラバンツ北九州のホームゲームが、 北九州市立本城陸上競技場で行われる場合、本競技場の駐車場と本城陸上競技場との無料シャトレバスが運行される。小倉競輪場管轄の競輪場外車券売り場として場内の一部を改装し2008年12月6日にオープンした。先に若松協定場も北九州メディアドーム小倉競輪場内に ミニボートピア北九州メディアドームをオープンさせていたことから、これにより、全国で初めて同一主催者、北九州市による競り場、競輪場間での相互販売が実現したことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。